こんにちは、おです。今回はアプデ最新版 J リーグ有能シュロトマンディフェンスキーパー編ということで、個人的に強いと思ったディフェンスを7名、キーパーを4名見ていきます。J リーグの有能シュロトマンは、フォワード編とミッドフィルダー編1、ミッドフィルダー編2とディフェンスキーパー編の全4回で紹介しています。J リーグの選手以外にも、白玉、銅玉、銀玉の選手を取り上げているので、見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見ていきます。カルロス・グティエレス、J リーグで守備能力が最も高いセンターバックになりました。身長高いし、J リーグスカットのスタメンで使えそうですね。丸橋祐介、フライパスとプレスキック、カーブが高い左足のクロスアーになっています。弱体化はされていますが、まだまだ使える選手だと思います。福森明人、こちらもフライパス、プレスキック、カーブが高い選手となっています。本職のセンターバック以外にもピンクロ持ってるんで、サイドバックでも使えますし、能力的には DMF でも使えます。山中亮介、ディフェンス能力、キック力が下がって若干弱体化してしまいましたが、フライパスは変化がなく、精度の高いクロスは蹴れるはずです。長戸克也、アップデ前フライパスが白玉最大で、アップデ後は白玉で2位になっています。弱体化されていますので、アップデ前の長戸を持っている方は乗り換えない方がいいと思います。畑大河、爆速の左サイドバックとなっています。足の速いサイドバックなら、J の長戸を畑で決まりですね。吉田春樹、爆速の右サイドバックとなっています。爆速のサイドバック好きな方は、畑と吉田で組ませてみるのもいいと思います。松原聡太、スピード87、瞬発力86の爆速キーパーになっています。キーパー能力下がってセービングが弱くなっていると思いますが、攻撃的 GK で裏ケアはしやすくなっていると思います。ポープ・ウィリアム、キーパーで一番スピシンが高い選手になっています。キーパー能力以外でプラス G がゴロゴロあるというところも驚きですよね。沖優也、こちらはパス能力とスピードが高いキーパーになっています。キーパー能力も J の中と高めでおすすめです。小畑優馬、フライパスが J リーグで一番高いキーパーになっています。スピードが遅いわけじゃないし、キーパー能力も全て80超えているので、こちらもおすすめです。今回はアプデ最新版 J リーグ有能シュロトマンディフェンスキーパー編を見ていきました。以上であります。またお会いしましょう。バイバイ。